はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、週初ということで、週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、一目金好評、トレンドありません、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、週足ベースは底堅く推移と考えております。続きまして、冷足です。ボリンジャーバンド一目金好評、上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、冷足ベースは底く推水位も調整売り、警戒と考えております。それでは、テクニカル分析 関とサポートレジスタンスをご紹介します。はい、まずは週足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線21一周移動平均線緩やかな上昇傾向を示しております。ローソク足だと言いますと、プラス2シグマラインとプラスシグマラインの間を推移ということです。週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。はい、週足ストキャスティックスーカーレスな判断基準であります80。八パーラインよりも上で売りシグナルが点灯、加熱感も出ております。 はい、こちら、週足の一目均衡表です。ローソク足が雲の中に入っております。明確なトレンドは出ておりません。はい、こちら、日足のボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21日、移動平均線上昇しております。日足のボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。日足のストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということです。はい、最後、日足の一目均衡表です。綺麗な上昇トレンドの形状ということです。 はいそれでは今週のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですはいサポートラインは138円ちょうどレベル138円ちょうどレベルと考えておりますはい続きましてレジスタンスラインですレジスタンスラインは130え142円ちょうどレベル142円ちょうどレベルと考えております。はい はい、右のバナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説を聴者キャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大30万円合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、いそういうことでドル円今週の予想レンジです。138円ちょうどレベルか142円ちょうどレベル、138円ちょうどレベルか142円ちょうどレベルということです。ポイント14か 27時、FOMC 利上げスキップということで、まずは先週金曜日の動きからなんですけれども、はい、欧州時間、日本銀行が15、16、200、金融政策決定会合で、えー、イールドカーブコントロールを軸とした現行の金融緩和政策の継続を決める公算が大きいとのヘッドラインで、円売り優勢となりました、欧州時間239円の7、2、2まで上昇ということです。2億時間に入りますとアメリカの経済指標など 材料がない中で序盤に139円の丸27まで下落と。 売り一巡後なんですけど139円の239まで反発ということですはいその後は139円台前半での推移となりました本日アジア時間なんですけども日経平均が顕著に推移したということでリスクオンの円売りが進行ドル円は139円の644まで上昇するもえー、翌日からのビッグイベントを控えました方向性の乏しい展開となりました現在は139円台ミドルレベルでの推移となっておりますはいそんな中 up. アメリカなんですけども、今週はイベント盛りだくさんということです。はい、13日火曜日21時、えー、30分ですね、5月の CPI。はい、14日水曜日21時30分5月の PPI、27時 FOMC、27時30分パウエル議長会見、15日木曜日21時30分ジョブレス新規必要保険申請件数、同時刻21時30分6月のニューヨーク連銀製造業、 景気指数同時刻21時30分5月の小売り売上高同時刻21時30分6月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数さらに16日金曜日は日銀の金融政策決定会合あとは 15時30分ででですすすね上田日銀総裁の会見とととといいううここ今週はイベント目白押しということですさらにですね、私は個人的に、えー、注目しておりますのが、CPI を受けたニック記者のツイートも大変つい、えー、注目しております。5月のアメリカの CPI を受けたニック記者のツイートも大変注目しております。いずれにしましても、今週は大荒れの予想ということです。チャート形状的に言いますと、週足ボリンジャーバンド、 上昇トレンド進行中日足のボリンジャーバンド一目金広表上昇トレンド進行中週足日足のストキャスティックス売りシグナルが点灯ということではいドル円今週の見通しチャート形状的には底堅く推移も調整売りには警戒と考えておりますドル円今週の見通しチャート形状的には底堅く推移も調整売りには警戒と考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります